なんか画面にゴミみたいなのが出たり消えたりしてる。マジで左もゴミ。それは俺なんていうの、太陽くんの配信というこの高みの娯楽を皆さん知りませんかってなってる。メルちゃんのハッピーハロウィン、お菓子くれなきゃ。はい、お菓子です。はい、こんにちは。ゆえちゃんの配信見たけど案外まともに教えてて見直しました。愛してるよ。あ、ありがとう。まあ一応ね、初心者だからね。でもゆげちゃん普通にエイムいいんだよな。まあでももともとエイペックスうまいからな。ゆげちゃんってメルトンと同じぐらいの実力？わかんない、もう神聖の状態とその状態かもしれない。あれなんだよね、ゆげちゃんとさ昔エイペックス回したんだけど、一瞬ランク、あの普通に2人でデュオでマスターいってたんだよな普通にゆげちゃん強かったんだよね。ゆげちゃんガチオス知ってる？あのエイペックスで俺とゆげちゃんのさ、あの構成の関係上さ、あの俺ロングボーでピチピチ打ってる俺取り手とかロングボーでピチピチ打ってゆげちゃん突っ込んで殺してる。これそれガチオスだよ、ゆげちゃんガチオスだよ。敵抜けたぞ。あ、なんでリマッチかよもういきなりリマッチかよ。なんかバグってるグラボ。あ、治った。なんか今画面おかしくなってた。まあいいや。なんか画面にゴミみたいなのが出たり消えたりしてる。マジで、なんかキラキラしてる。マジで、なんかさ今さグラボおかしくなったよね。左もゴミ。それは俺、なんか俺が本気出すと他がティルトすんだけど。え、もう治った？治ってるっぽいな。最悪すぎる、このバグやばい。あ、もうなんか頭おかしくなってる。ってかこれもうちょっと、ね、気になってしょうがない。あ、待って、何？え、何？あ、行ったちょっと待って、あれ行った、あれガチ行きした。はい、まあ、PC ガチ行きした。なんかあれ、ドキドキ分ゲームみたいな画面になってるちょっと待って、ドキドキ分ゲームみたいになってる。てて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 、ちょ、やばいって画面、おかしいって。ちょっと再起動しますわね。帰って来い、俺死ぬかもしれん。ちょっとすぐ帰ってくる、30秒ぐらい。よし、大丈夫かな。夏起動が低いこの PC 夏起動低いか。最近撫でてあげてんだけどな、ゆっくり撫でてあげてんだけどな。はい、やめません、これでもやめない俺は。なんでもう。メルちゃんのハッピーハロウィン、お菓子くれなきゃ。はい、お菓子です。110ダメージ。配信者ってアナリティクス見れると思うけど本当にキッズ多いの。でもさ俺の配信怖いのがさ2、30代なんだよね俺の配信多いのに実は2、30代なんだよね。2、30代がいい年越えて達人コメントしてるって思うとみんな幼児に帰りたいのかなって思う。みんななんかうっぷん溜まってんの、最近の世の中の人怖いんだよ。最近の世の中の人うっぷん溜まってんのよ。でもツイッチはわからん、今のは YouTube だよ。10代がまあ割合的に多くて、その次2、30代が多いって感じで、たまに65歳以上がちょっとキュッて 5% ぐらいあるこの彼女の動画面白いなみたいな。65歳以上がなんかグラフ次多いんだよね。いやでもね、絶対あれだよ、年齢制限引っかかるような未成年が65歳以上に絶対してると思う。多分ママ携帯で。俺65歳以上の女性の割合がたまにあるとね、あ、これママ携帯だなってママのスマホでアカウント作ってログインしよう。え、年齢10歳だとダメなの？65歳絶対その感じだからな、 100% ママ携帯だからな。ちょっと誰か、なんで誰もいなくなったの？アナが来た、後ろから。アナを全力で介護してやる、アナを全力で守ってやる。よし、アナを全力で守ってやる。俺がお前のこと全力で守ってやる。
もう俺は味方を守る気持ちでもいる。歌うか歌うか歌わねえだろ。よし、お前俺が歌ってないのにお前が歌うな。あ、歌いそう、あぶね。よし、ちゃんと頑張ってしまう今日は。お、顔だ。こういうのアハ体験でしょ。こういうのあの脳の活性化するらしいぜ。あのなんかあの 顔がない物体に対して、あ、顔だって思うことって脳の活性化につながるらしい。あ、脳が活性化してるからフラックスもちゃんと当たる。でもゼロ。子供の頃天井が顔に見えたことあるよ。俺の親がよく言ってたわ。俺さ、壁見ながら笑って話してたらしいよ。壁見ながらニヤニヤしたらしいよ俺、子供の頃。もう本当に子供っていうか、本当にもう3歳とか2歳ぐらいの頃、壁と話してたわ俺。じゃあ歌うか歌うか、あのアッシュさん歌うか、アッシュさん歌うか歌うか、アッシュさん歌うか、アッシュさん、あ、ちょっとやばくない？あれなんかやばくね？あ、なんか普通にやばくね？そういえばですね、これもらいました。叫ぶマーモットくん、見える？ダーン。俺が声当ててあげよう。で、あとこれと一緒にこれもらいましたね。なんかで、視聴者からもらったの合わせてちゃんと、なぜかチーカオ8割が合いましたね。なんでチーカーをもらったんだろう俺が。何、チーカーみたいな立ち回りしてるっていう、これあれなのかな、そういう表現をしてるのかな。いや俺が考えすぎか。なんでチーカーなんだ、中に盗聴器が。やだよ、何を聞いてんの。大丈夫、プレゼントもらう前にゼータの人がちゃんと中見てこうやって確認してる。こうやって確認してから渡してる。悩み相談です。こんにちは、いつも楽しくアーカイブ見せていただいています。大学を出て就職をして何年目なのかですが、まともな人生に飽きてしまいました。 PG ストリーマーとして成功をつかまれたメルトンさんを教えてほしいんです。どのように人生を脱線したらいいですか。ダメです、人生脱線してダメです。いやこれ言うけど、いや俺もストリーマーなりたくてなったわけじゃないんだよ。てかね、本来なりたくてなるもんじゃない。 てか PG ストリーマーってなんだよ。ちょっと待って、なんかいろいろなんかおかしいな。 PG ストリーマーで脱線した人生送ってんの俺。え、何そう見られてんの俺。ちょっとなんか俺冷静になんか捉えたらムカついてきたな。別に俺脱線してないし、 PG ストリーマーって何、そういうつもりで配信してないんだけど。元プロのストリーマーね俺。まあでもどうだろう、マジで答えると、俺が脱線した PG 系ストリーマーになぜなったか。でもそれもなりたくてなったわけじゃない。いやそれも俺は元プロの真面目な攻略動画を上げる、あのもう前本気でプロゲーマーをやっていた、なんかこう世の中に認められるなプロゲーマーのストリーマーイメージ像。そうだったけど、なんか今じゃなんか脱線した PG ストリーマーだろ君から見たら。だからね、そういう脱線した人生を送りたいとか、なんか特殊な職業に就きたいとかって思うと思うんだけど、憧れると思うんだけど、そういうやつだってなりたくてなったわけじゃない、なってしまってんの。説得力あるな。なってしまってんの。そうなっちゃったんだよ。なりたくてなってるわけじゃない。でも逆に怪物側から答えるね、脱線した側から。脱線したが君たちからは脱線してるように見えると思うんだけど、俺からすると、俺はなんかそういう普通に社会に馴染めるような、そういう働き方とか生き方ができて俺は羨ましいと思う。だからまあ隣の畑は青く見えるみたいなやつだよ。あれあったっけ言葉、なんかまあそんな感じ。
そうだな、俺もなんつうの、就活片手間に趣味で何かやってて、その趣味が仕事になってしまっただからな。自然に形になってくんだよね、趣味をちゃんと真剣に取り組んでると。そういう感じ。なんかこう仕事の片手間にやるのが一番いい、趣味を。趣味も仕事も全力っていうのはそういうのがあると思う。何にでも仕事になる、なりうる可能性があるってことだよ。なんかこう就職しようとか仕事にしようと思うと多分仕事にできない。真剣にただただ取り組めばいい、目の前のこと。ただそれだけだと思うな。趣味のタツコメで金稼げるかな。極めたらいいんじゃない。あ、でも、あ、そういや、ちょっとこれは言うのやめとくか。お金になる可能性があってなくなっちゃったな。いやでもね、あるよ、たまにリスナーからマネージャーに転身すること。あの、俺らの身近な例じゃないけど、俺んとこの例じゃないけど、あるぞ、たまに。ちゃんと気の利いた人とかね、あるぞ、たまに。たまにあるの、たまに。まあ、あんま狙ってやるんじゃないよ、絶対。いるぞ、そういうの。聞いたことがある。リスナーからマネージャーにってやつ。じゃ、お疲れっしゃ。じゃあ、あ、やべ、有料プロモーションついてる。間違えた。違う、有料プロモーションじゃない。違う違う。外さないと、これ。プロモーションもらえるわけないもんね。いやいや、東京メトロの電車の中に俺の写真あります。オーバーウォッチの。最近広告あるんですよ。昨日それ見に行ったわ。昨日あったわ。お出かけしたら俺いたわ。あとなんだっけ、そういえばあれだわ、昨日モンハンやったけどモンハンやべえわ、おもろかったわ。モンハンやべえ、ワイルズちょっと面白すぎたわ。すごいガンランス超楽しくなってた。俺舐めてた。なんかそんなワールドに毛が生えたぐらいでしょって思ってたけど全然違ったわ。もうそんなことない、もう今辻元最強ってなってる。メルトンさんのコーチング企画やらないですか。いや、俺が太陽くんコーチングしてあげる企画を、あの、太陽くんと考えてんだけど、いつやるかは考えてない。ただ、俺は太陽くん教えてあげる。次、太陽くんが大会出るとき、俺はコーチやるわ。向こうのリスナーにアホほど叩かれて泣いてほしい。いや、俺、太陽くんのリスナーって俺のことめっちゃ嫌いなんだよな。いや、なんていうの、あの、こっちはさ、あの、太陽くんが俺にコーチングするとさ、メルトン教育されるわ見てるけどさ、いや、向こうの視聴者ガチでキレてんねん。こいつは本当に死んで負けたことを一度も反省しないから負ける。一度リプレイを見直してほしい。なんかちょっとね、なんていうの、この僕たちはこの崇高なるこのなんていうの、太陽くんの配信というこの高みの娯楽を皆さん知りませんかってなってる。これを見たらみんなオーバーウォッチリーグの気持ちがわかるのにな。いや、リーガーならーっていう感じの視聴者多い。いや、冗談通じない。そう、冗談通じない。なんかちょっと高みに行っちゃってんだよね。DPS もう死んでます。2人とも楽しいですね。おぼち最高です。あー面白い、おぼちすげー。まだゲームスタートっていうね、もうあの文字を見た瞬間で、ね、もう味方が2人死ぬ神ゲーです。これも本当に面白いです。もうおもろ、マジで DPS お前すっごっ、おもろ、うわーすげー、気持ちいい。はい、ウルト溜まりました。はい、無駄ピカリです。これ無駄ピカールを歌います。激エロ、それ
あーもうそれ無理だ。タクティカルバイザー、なんでた、どうしたどうしたどうした、お前タクティカルバイザー、お前この俺も人のこと言えないわ、俺もゼロフラックスだわお前もお前もさっきそう言ってたんだろうな、どうしたどうしたどうしたって、はいどうも前です、アナさんね、はいうちのチームの前です、もう最高ですね、あーもう後ろのお餅だけだな、うーんごちそうしいな、うーん大好きごめん、あー猫じゃないにゃん、僕は猫じゃないにゃん、うーん、そうだ猫で思い出したわ、ファイナルファンタジーでさ、霊式言ってたらさ、ゴビがさ、なんかよろしくにゃんとかさ、なんとかにゃんとか、こんにちはにゃんとかさ、ゴビがにゃんにゃんつけてるなんかさ、やついたんだよ。したらさ、急にさ、試合が、戦闘開始したらさ、なんか、僕はなんか〇〇の役職やるにゃん、1回目は無敵します。急にスンって賢者モードなんだよね。あれガチ怖かったんだよな、なんかあの急に戦ってる最中、あのコール始まったらあのチャットが急に敬語になるんだよね、あれあれみたいな、ね、この本性みたいな、1回目無敵します、2回目クラスターボム、無敵します、今回いらないです、でも FF そういうのよく見るよ、なんかあの鳥の格好して鳥の着ぐるみ着てよろしくチキンって言う人いる毎回よろしくチキン、さよならチキン、毎回終わりと最後によろしくチキン、さよならチキン絶対言うやついる、こんなんもうディーバのケツ焼きまくっちゃうこれ、焼き入れちゃうこれ、焼き、はいどうもアナさん、どうもです、オッケー、乗れ、生きた、やばい生きるキャラコン、やばい生きるキャラコンした、やばい生きるキャラコンした、あーもうあーこれザリアでしょ、この泡吹き大沼いてやろう、泡吹き大沼いてみんなも服泡なくしてやるぜ、大沼いと参上じゃ、あ、ちょっと待って、マジでやばいわ、ちょっと帰るわちょ、衝撃の弱さに、衝撃の弱さにびっくりしたわ、ちょ、あのザリアにはハルトとかって思ったけど、だめだ、衝撃の弱さにびっくりしたわ、ちょ、ウィンソンです、これ、あ、ダメです、ちょっと意味わかんないですね、もう一回です、はい、もうやめます、ちょっとやばいです、ちょっとなんかマジ入れません、ちょっとリアルにふざけてないです、これ本当に入れません、こういう時だけなんで入れんのもうなんで入れんの、こういう時だけ、もうみんな死んだ時だけ、意味が分かりませんね、ダメ、明日頑張ろう、おハムサ使おう、いや一回戻ろう、これ一回戻ろう、これ戻ろう、これダメです、行っちゃダメです、ちょ行っちゃダメって言ってんのに、なんでサポーター2人行くの、行き過ぎなんだよね、あもう意味わかんないです、もうそれ一番意味わからん、あもう世界一わからん、そのキリコ、うわ終わってる、スローやられた、スローじゃねえや、なんだっけグラビティみたいなやつ、ハムスター、あ、クイックバック C 内射、 C 内射、クイックバックプリ入れゲンジ、何をしている、もうお前は俺か、もう何をしている、アビをめっちゃ吐かせれば
いける。で、一発目でいくからよくないんだ。2回に分けていこう、2回に分けて。起動計算警告。よし、殺した。おいえ、これ穴ぶん出し、穴ぶん出し、穴ぶん出し、穴穴穴穴。おい、何をしてる。いや、これいかない、これあえていかん、いかん、これ いかない。なんならこっからいく、普通に。頭いい、これ頭いい、これマジ頭いい、今のマジ頭いい。フェイントかけたのガチ天才かもしれん。ちょ、明日頑張る、あと1秒後。そうじゃん、そうじゃん、オッケー、2人殺した。お、3人殺した、俺最強か。来た来た来た、バカどもが、おらープリー。押し殺した、ソンブラ。オッケー、俺うまくねえ、ちょっと俺できるわ、俺ちょっとうまいわ。行こう。ハムスターから感謝の意、落ちるぞ。大丈夫、帰れる。でもまだ行くわ、まだ行くわ。全然いける、全然いける、これ耐久上昇。まだいけるわ、これまだいける、まだ当たれる、まだ当たれる。おお、フェード使わした、フェード使わした。あるぞあるぞあるぞ、えらいぞえらいぞ。俺いける、プリッ、うんちゅんだ、オッケー、いいぞ。はい、勝った。俺ハム強え。ここなんかハムスターっぽくないんだよね、これマウガマジでいや、ここもう普通にマウガ、これは普通にマウガ。あー、ソンブラお前、あ、もう具合悪い、もう風邪ひいちゃった。俺のハムスターも本当にソンブラも、はい、やめます、もう二度とやりません、もうハムスター二度とやりません、もうつまんないです。あ、そうだ、みんな大事だ、しあさってさ10月5日あるじゃん、お料理配信すんの、料理する、ここでこのチャンネルで料理配信、11月5日。大丈夫、マネージャーついてる、ちゃんとマネージャーもついてるから大丈夫、ゼータのマネージャーいるから大丈夫。まあだから、明日動画フィン11月6日にあのサブス開始しよう、ガチでこれは約束しよう。だからちょっと今週お出かけ多いから今日はちょっと取りだめします。みんなお疲れ、明日また12時20分から13時20分ぐらい。んじゃ、お疲れー。